今日は量産型メイクアップをしてみました。ということで動画ご覧ください。じゃあまずベースから始めていきたいと思います。サンローランの下地を塗っていきます。量産型地雷メイクだから、真っ白にするんだって肌を、めっちゃ白く、もうめっちゃ白くするんだって。ファンデーションはスックのヌードエアリクイドのファンデーションを塗っていきます。あ、それを取っていく。あ、やめろ白くなるもんね。これはいつもよりもっとたっぷり塗っていこう。でもこれ結構薄付きじゃない？いつもみたいにそんなたっぷりじゃない？え？いつもどんぐらい？いつももっと少ないよ。あ、だよね。だってクッションなんでこの上から塗っていくから。確かに。でもベースをしっかり。成功するかな？見たことある本当に。え、あるよ。マイメロのカバン持ったりとかしてる子だよね。全体に？全体に。まあとりあえず塗ったら。とりあえずが聞きたい。あ、そっか。いや、もう本当に手で伸ばして、ベタベタっと伸ばしていって、これはナーズのコンシーラーを使っていきます。もう今日は直塗りでいこう。任せてーして。いいよ。でもよれるかもよ。私よれたことないから。男よれで、これも手で伸ばしていきます。いいね。そう、これね、結構カバー力がすごいしっかりしてて。カバーするとこないの？心性格ポカポカ出た。厚塗り感でいこう。そうだ、あのよれを気にする。人形さんみたいな感じで。あ、そうだね。なんか肌とかさ、何にも分かる。素肌感なし、ゼロ。分かる。スポンジで伸ばしていくね。厚塗り、厚塗り。ランコムのクッションファンデーションをいつもよりがっつり乗せていきます。私なんかね、クッションファンデのね、これ使うよりこのスポンジで塗りたい派なんだよ。へえ。なんかそっちの方がつきがいい。そう、よれが少ない気がする。首の色と全然違う。それはこう伸ばしていくんです。ああ、それよくつかない。でもこの余ったのでさ、こうやって伸ばすとあんまりつかないかな。量産型のメイクって多分マットだと思うんだよね。そうだね、艶感なさそうだ。エティセのオイルブロックプレイストパウダー、もう今日はがっつりのせていきます。もう艶なんていらん。推ししか勝たん。推ししか勝たんって感じで、推しに会った時のこと考えてね。あー、よれないように。よれないように。ちょっと普段より垂れ気味で描いていきます。できっとね、長く描かない方がいいかも。短め？短めで横幅がね。なんか日本人の女の子とあんまり、日本人眉毛濃いイメージないんだよね。そうだね、眉毛しっかり描かないのがポイントかもね。偏見？偏見かな、これは。どうだろう、コメントください。はい、そしたらきっと一番大事と言っていいアイシャドウをやっていきます。前回とまた色が違う。ちょっと見えるかな、赤っぽい感じのパレットを塗っていきます。このアイホールのところに、わお、でも色かわいい。普通に赤いね。これでいいのかな。わあ、色濃、怖い。目大きく見えない、すごいいいんだけど。下にも引いていきます。でもさ、なんか別に変じゃない。変じゃないよね、モレルメイクだよね。目描こうとやっぱ大きく見えるね。え、でも病んで見えるわ、確かに。病んできた。病んできた。ピエン。もう、うち無理。うち無理。マジョリカマジョリカのアイシャドウ。BR583 番。開かないよ、ピエン。
ちむり。あ、いた。ハッピー。これをまあ指で、まあこっちの濃いね。まあ乗せてきまーす。まあ。まあ重くない。まあやっていきまーす。あ、いいじゃん。新しい自分だね。うん。やっちゃいにさ。かわいいじゃん。かわいいよ、今のところはまだ。涙袋はもうがっつり描いていきたいので、ビセリシェ。ダズリングニューアンサー、これを涙袋に引いていきます。すごい、これ見えるかな、キラキラだよ、ピンクのキラキラ、冷たい。すごいキラキラしてるよ。Kパレットのリアルラスティングディアスタンク。これを涙袋にがっつり引いていきます。いい感じ、いつも通り。まつげを上げていきます。デジャブのマスカラを上下にいっていきますね、でも確かにこれ漏れる気がするんだけど。漏れてきた、漏れてきてる気がする。目がね、超でっかく見える、いつも。そうだね、おいしょ、ほんとに目がでっかく見える。めっちゃ怖かった今。ただまつげはこんな感じでいいかな。そしたらアイラインを引いていきます。がっつり垂れ目にしていくね。じゃあ目がダメ。うわ、アイメイクは完成じゃないかな。ハイライトがっつり入れてる気がする。え、そうなの？うん。だからハイライトを鼻の先、顎、こんな感じで。塗ったらチークはこの 3C のチークを塗っていきます。このぐらい。シェーディングはレオカインドミニアルバム、かわいい。 CD のアルバムみたいな、この明るい色でいいかな。明るい色で鼻のシェーディングしていきます。先端の部分で人中短く見えるように。まあ、顔のシェーディングはいつも通りに取ってシェーディングをしていきます。そしてリップですね。リップを取り忘れていたんですが、このリップを使いました。はい、完成しました。こんな感じでツインテールしてみました。カラコンはこれはフランミーアクリリッチっていうカラコンをしてみました。メープルシフォンっていう、メープルシフォンだって、いいね、名前もマイメロって感じで。新しい挑戦というか、はい、今日は量産型メイクアップをしてみました。どうですか。ということで今日も動画ご覧くださいましてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。ピン。恥ずかしい。